中的朝鮮人民軍隊とともに祖国の守りについている我が党の革命的武装兵、労農赤衛隊。我が労農赤衛隊は社会主義建設を促進させながら、工場と農村、都会と田舎を問わず全国津々浦々の一線に立って祖国防衛の任に当たっています。我が国は勤労大衆の志願による武装組織労農赤衛隊を持つに至ってこそ、革命の勝利品を揺るぎなく守り通す輝かしき武装力を持つようになりました。偉大なる首領様が提示された経済建設と国防建設の並進路線を対して、我々の工場と企業所で労力的意向を輝かしつつ前進を続ける労農赤衛隊。三大革命家業に先駆ける労農赤衛隊員は絶え間ず軍事技術の伝馬に精進しています。労力革新者旋盤工はいかなる武器といえども完全に操れる名射手になりました。我が国の工場や企業所のすべてに労農赤衛隊区分隊が組織され、生産に支障をきたすことなく、しかも正常な訓練が受けられるように運営されているのです。赤衛隊の兵種別訓練と全ての武器操作の完全習得のために備えられた訓練機材、これら訓練機材は軍事技術と独自法の完全習得に最適の実物教材であります。銃砲弾の構造はどうなっているか、赤衛隊員の軍事知識は美に入り才にわたってますます確固たるものになっていきます。赤衛隊員はふんだんに備えられた訓練機材で休み時間も寸暇を惜しんで射撃術を伝馬します。訓練に忠実で生産にも模範的である赤衛隊員旋盤工、社会主義名射手に育った旋盤工、今日の計画も 500% に強化達成した労力革新者であります。各赤衛隊では職場内に各種訓練場とともに対空訓練用空中目標物などを設けて、生活しながら訓練する軍事訓練を実施しています。偉大なる首領様が自ら親しく訪問されて労農赤衛隊を創建された歴史の地ウォンハリ、偉大なる首領キミルソン元首様は1959年1月10日自らここウォンハリに臨まれて労農赤衛隊創建を発議され、1月14日党中央委員会政治委員会において労農赤衛隊創建を発表されました。
それから15年、モンハリの人々は偉大なる首領様の自衛路線を対して村の全家族がこぞって武装しました。すべての家庭と全赤衛隊員が丹精込めてしつらえた非常箱。この中には一旦有事の際、いかなるところにおいても生活できるようにあらゆる必要品が詰められています。舞台はもちろん家庭に至るまであらゆる装備が抜かりなく準備されています。射撃に強くなるには照準の訓練が大切であると言われた偉大なる首領様の教授を対して、ボンハリの人々は家ごとに簡単な照準台を備え付けて家族こぞって照準訓練に励んでいます。窓を開けるとすぐ目につくようなところへいくつもの標的を置いて射撃訓練が寸時もおろそかにならないように心がけています。赤衛隊員の皆が射撃成績において優を取る秘訣は職場ごとに訓練場を設けて日頃の訓練を怠らないからなのです。我が労農赤衛隊は家庭と村、工場と企業所で腐敗の威力を持って育ってきました。非常固守訓練を前にした赤衛隊の連隊基地、一旦有事の際における全軍動員戦闘訓練命令が下されました。非常固守命令に従い連隊所属の各区分隊と少将へは正確に伝達され、常時準備が整われている各隊は予定の集結場へ集合する。厳格な非常固守体制が備わっている軍は連隊から大隊へ、大隊から少将へ、少将からは各家庭へと瞬く間に正確に命令が下されます。補修命令が下され、決められた時間内に連隊所属の各隊は決められた集結場所へ集合を終えました。戦闘訓練の先頭に立って障害物を取り除きながら進撃路を開いていく工兵所属隊員たち。敵の攻撃を阻止するための地雷敷設作業は瞬く間に仕上がっていきます。地雷探知隊員たちの活躍で進撃路のすべての障害物が造作なく取り除かれていきます。機能的に組織された運送中隊も緊急を要する荷物を積んで一
定された場所に向かって出発します。指定された位置を目指して出発する砲兵部隊。幹部たちは状況を迅速に判断して霊下の各隊へ戦闘命令を下します。全ての所属隊と隊員たちは各自の位置を守って攻撃命令を待ちます。いかなる形の戦争状況下においても十分に敵と戦って勝ちうるよう化学装備や衛星装備も整っている我が労農赤衛隊。次し祖国解放戦争の際身をもって学び取った戦闘経験の教訓を余すところなく発展させていく我が赤衛隊員はいかなる困難な条件にもよくこれに打ち勝つことができ戦闘訓練も実戦さながらに実質的な効果を上げています。衛生隊に所属された医療団では一旦有事の際にも救護事業を十分に果たしうるようあらゆる医薬品を品目別に揃えております。野戦衛生所で使えるように作られた各種の医療器具、訓練場で救護訓練が鮮やかに行われています。最後の突撃戦に移った赤衛隊員たち。硝煙の匂い未だ消えぬ米帝の敵どもがいかにたけり狂おうとも我が赤衛隊員は人民軍隊と共に誓ってこの地を乱す敵を殲滅せずには置かないであろう。戦闘訓練が終わり総仕上げの段階に入った射撃場。敵に対し湧き出る敵外心に燃え上がるがごとく全隊員は一発必殺の名射手なのです。強力な武力で装備された赤衛隊は機関銃射撃においても銃器をはじめとしいかなる武器を扱わせてもみんなが一騎当選の名射手です。百発百中の名射手は赤衛隊員のみに限りません。70を超す老人も銃を取れば敵に対する憎しみが燃え上がって一発で命中させる名射手なのです。この家の息子は赤衛隊から除隊になったのですが未だに銃を手放そうとしません。それに娘も毎年射撃で成績優をもらう名射手です。ボンハリの革新者である赤衛隊員、孫娘も屈指の名射手に数えられ赤い青年近衛隊員の孫も一騎当選の名射手に育ちました。
射撃場の花と歌われる名射手一家はこの家庭だけでなく毎年生まれているということを敵どもは肝に銘じて知らねばならないでしょう。また一方、砲射撃場でも訓練の成果を収める射撃が始まりました。偉大なる首領様の全人民の武装化、全国の要塞化方針が貫徹されて、国の防衛力は鉄壁のごとく固められ、赤衛隊の地上火力は敵どもの戦争挑発活動をいかなる場合にも粉砕しうるよう準備が整っています。三面に巡らされた祖国の海、漁船団にも赤衛隊所属隊が組織されて訓練は続けられます。赤衛隊員によって祖国の海は揺るぎなく守られています。たけり狂う怒涛にもめげず、躍動する気迫は忍び寄る敵どもを一撃のもとに粉砕する意気込みとなって船べりに満ち溢れています。放射銃の名射手たち、敵に対する敵外心に燃えて指揮者の射撃命令が下される度ごとに目標物を一発で命中させます。社会主義建設は続けられているのですが、一旦戦争が火を吹いた場合、前線と後方の区別なく、我が国の実情から鉄条の守りは非常に大事なことです。国の動脈の守りにつく頼もしい鉄道所属隊員たち。次し、祖国解放戦争の経験を生かし、すべての鉄道所属隊員では列車ごとに放射銃分隊を組織して、空から忍び入る敵を殲滅すべく万端の準備を整えました。工場地区と西海岸に、そして山間地帯に配置された所属隊も訓練を終えて射撃場へ集結しています。射撃訓練を強化して、いかなる侵略者といえども一撃のもとに殲滅させる精鋭の放射銃射手たち。まさに我が放射銃隊は、全国を放射銃で覆うべきであると言われた偉大なる首領様の矜持を対して、自らの火力の威力を誇り、百発百中の名射手に育ちました。
祖国の都市と農村、工場と企業所を頼もしく守る女性公社中軍隊員たち。石英隊員に対する偉大なる首領様の限りなき慈愛のもとに、すべてのものが自分の家のように年頃に整えられた A 社。女性公社中所属隊員たちは、抗日武装闘争の栄光に輝く革命伝統を受け継いだ石英隊員としての誇りも高らかに、偉大なる首領様の革命思想によって確固たる自らの武装に邁進しています。偉大なる首領様の広く深い配慮と肉親的な慈愛のもとに、戦闘訓練を片時も怠ることなく、ますます士気を高めている女性公社中所属隊員たち。労農赤衛隊の強化発展のために賜った偉大なる首領様の絶え間なき指導とありがたき配慮のもとに、今日女性公社中隊員たちは祖国の空を守って水も漏らさぬ凛々しい武装兵に育ちました。全人民的、全国家的防衛体系を指導していただき、労農赤衛隊の強化発展のために絶え間なき指導と肉親的配慮を賜る天才的軍事戦略家であるとともに、百戦百勝の鋼鉄の名将であられる偉大なる首領キミルソン元帥様におかれては、今日親しく女子公社中所属隊へ臨まれました。女子公社中所属隊に臨まれた首領様は、陣地の構築が立派であると褒められ、所属隊員たちの訓練と生活を肉親の情で温かくいたわれるのです。偉大なる首領様は、動作も早く正確で見事であると言われながら訓練を見回られ、これからは女性も祖国防衛の一役を立派に受け持つことができるようになったと満足のほどを示されました。指揮監視所を見回られ、何か言いたいことはないかためらわずに述べよと、女性所属隊員を義父のごとくいたわりになる偉大なる首領様。偉大なる首領様は射撃式に熟達して、飛行機の進路を正確に判断することにより命中率を高めることができるのだと言われ、訓練場の隅々まで親しく見回られながら詳しく指導を賜りました。父なる首領様は労農赤衛隊員たちの服装にも気を配られ、体に合うのか訓練に差し支えはないのかといちいち確かめられ、温かい愛情を賜るのです。労農赤衛隊員たちに賜られた偉大なる首領様の限りなく熱い慈愛と恩情を何をもって測りうることができましょう。偉大なる首領様は、労農赤衛隊員たちが積極的に訓練に参加しうるようあらゆる便宜を図られ、彼らが現代軍事科学と軍事技術に精通しうるよう全ての処置を惜しみなく講じてくださいました。
労農赤衛隊の強化発展のために心血を注がれる偉大なる首領様は、中学校4年以上の生徒たちをもって赤い青年近衛隊を組織すべく、親しく四眼中学校へ臨まれました。幼い生徒たちが射撃によく耐えうるだろうか、一人一人の手を年頃に握られた上、これならば十分に銃を扱いうると満足され、幼い生徒たちの体格に釣り合う軽い銃を作ってやらねばならないと温かくいたわりを賜る父なる首領様。父なる首領様は折りたたみ式自動小銃が幼い生徒たちに取り扱えるだろうかどうかを自ら試されながら、親しく生徒たちに追わせてご覧になりました。生徒たちが普段勉学に励みながら軍事訓練を受ければ、有事の際に敵と戦えるのだと教えながら、生徒たちに銃を負わせるになる父なる首領様の深い信頼と配慮の中で、我が赤い青年近衛隊は生まれそして育ちました。偉大なる首領様のありがたき愛情のもと、全国の警官の地を選んで赤い青年近衛隊の野営地が設置されました。赤い青年近衛隊の野営地には生徒たちが1年の間に30日間ずつの野営訓練を快適に受けられるよう、あらゆる便宜が立派に図られています。偉大なる首領様の尊い肖像を掲げ奉り、整然と整備された営舎。青年近衛隊員たちが軍事知識と各種武器の取り扱いに精通するように武器庫も整っています。制服に身を固め、大地を轟かして勇ましく行進していく赤い青年近衛隊員、祖国の武力の一翼を担って頼もしく立ち上がった青年近衛隊員たちの野営生活が始まりました。近衛隊野営地には育ち盛りの学生たちの成長を促し、体力を鍛えるべくいろいろな機材が備えられ、体育を強化せよと言われた首領様の教授を対して近衛隊員たちは一人残らず訓練に熱中しています。ここは通信講義室、あどけない15歳の女子生徒も今や通信兵に育っています。学校で最優等の成績を誇っている女子生徒は、素早い手際に物を言わせてもはや武器の熟練者になりました。父母はまだ物心のつかぬ子供を訓練所に行かせることに不安を感じるのですが、なんと心強く頼もしいありさまではありませんか。待ちに待った野外訓練の日が来ました。信号ラッパに従って秒を争うこの時刻、眠から覚めた近衛隊員たちは皆素早く装具に身を固めて集合します。
皆抗日戦士の息子たちらしく銃を肩にほぼ堂々と、父なる狩猟様の革命戦士となりし誇りも高らかに前進する近衛隊決死隊です。野も山も何のその、川も恐れぬ激しい訓練によって固い意志と強健な体力を鍛錬していく近衛隊員たちです。地雷地区も鮮やかに通り抜け、見上げる断崖も一息に乗り越える近衛隊員たちは、全員が父なる狩猟様から示された教示に従って一騎当選への準備を進めていきます。ただ一日の宿営といえども、営舎管理は今日戦士の班に倣ってきれいに整頓しました。どこへ行こうと父なる狩猟様の身近にはべるつもりの近衛隊員たちの品質と真心が隅々まで染み通った宿営地の武器庫。宿営地に朝が訪れました。今日の新たな日課に就く近衛隊員たち。近衛隊員たちは全てのことを自分自身で処理していきます。1ヶ月間の訓練も終わり、翌日は射撃場での締めくくりを残すばかりになった夜、近衛隊員たちはかがり火を囲んで誓いを立てます。父なる元首様から賜った熱き慈愛を胸にして、集団生活を送る間培った固き意志と軍事技術を発揮し、近衛隊にふさわしく全員が射撃において優を取らぬ限り帰らないと固く誓うのです。待ちに待った射撃の日になりました。いつも撃っている銃ではあるけれど、敵の胸元へ銃を構える緊張は近衛隊員といえども変わりようがありません。勉学も敵を撃つ精神で真剣にやらねばならないと心に誓いながら照準を合わせる近衛隊員たちです。目標物が迫ってくるこの瞬間は身震いするように緊張するのですが、弾は全て100発100中です。未だに産毛も取れないこの年で軽機関銃を操るこの隊員にかなう者がいずこにいるでしょうか。
学校で鉛筆のみを握ってきたこの生徒も今日のロケット砲を射撃で目標物をいっぺんに吹き飛ばしました。無反動砲射撃です。目標物に最後まで粘って撃つ砲弾は正確に命中します。迫撃砲の射撃です。いかなる銃、いかなる砲を撃たせても一度の失敗もなく100発100中の名射手に育ったこの兵隊員たち、誰彼の区別なく全員が優の成績を勝ち取って父なる元帥様への忠誠の褒を捧げる栄光に輝きました。冬季スキー戦闘訓練場、山が多く冬が長い我が国の実情から冬季スキー戦闘訓練は赤衛隊の戦闘力を一層強化する手段になりました。我が道の赤衛隊員と赤い青年近衛隊員は各種の軍事訓練を強化して、もし米帝侵略者どもが再び戦争を起こした場合、決して生きて返すことなく完全に殲滅しうる強力な武装力に成長しました。数千数万の腐敗の武装力に成長した我が党の革命的武装力、労農赤衛隊。労農赤衛隊は栄光と勝利の労働から形成され発展強化されたという誇りに満ちた報告を慎んで偉大なる首領様に奉ります。偉大なる首領キミルソン元帥様の領導のもと、我々の労農赤衛隊には常に勝利と栄光のみがあるばかりです。